はい、こんにちは、クレットチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日は人を狙えば超簡単モフサンド完全攻略というタイトルでお送りしていきます。それでは参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りは10月21日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はね、皆さん大好きモフサンド、このね、猫ちゃんを狙っていこうかと思います。私もね、猫ちゃん大好きなんでね、これ狙っていきます。ただね、このね、モフサンドシリーズ基本的にはまん丸コロンとしております。なのでね、かなり基本的にはかなり難しい景品になっておるんですがね、今回はね、ここです。今狙っているんですが、これ、この景品ね、顔でね、手が縫われております。なのでね、そこにね、唯一のね、隙間があるんですよね。なのでね、そこにぶっ刺したりね、引っ掛けたりしてね、その攻略をしていこうかと思います。はい、でね、もし攻略できたら、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。はい、というわけで行きましょうか。でね、今ね、1点目ね、右アームを右手に刺したんですが、まあ、ちょっと惜しかったですね。というわけで、ちょっと真ん中を持って反応を見たのですが、どっかぶっ飛んだので、初期位置にしていただきました。はい、というわけで、今度はね、右アームをね、今度左側の手に刺していこうかと思います。先ほどはね、ロックを狙う意味だったんですけど、今回はね、引っ掛けていきます。寄せていきます。あった、これ、どうだ？ちょっと刺さりました。さて、ここからどのいったような、引き寄せてこれるのか、さあ、どうだ？おっと、いい感じに寄せることには使えますね。はい。というわけで、ここね、高確率ゾーンで一応、すぐ見えております。ただね、このモフサンドのタグね、一番小さいタイプなんですよ。で、しかもね、これね、お尻がね、ちょっとこう、丸みを帯びていてね、そこにね、アームがね、これね、下ろすときに当たってしまうんですよね。というね、かなり難しいポジションでのタグ掛けになっておるんですが、ちょっと頑張ってみようかと思います。もう一度いきます。今度はどうでしょう？これ、お尻で隠れているように見えるんですけどね、どうでしょう、いけるのか、上から落として、あっ、これ惜しいですね。入ったように見えたんですが、やはりね、お尻の丸みにね、アームが弾かれないようにポジションを考えるとね、やはり届かなさそうですね。もう一度いきますもう一度いきます。やはりね、ここの高確率ゾーンでね、タグ成功するとね、ゲットできるかもしれないんで、頑張っていきたい。あ、これも惜しい、これも惜しい。ああ、残念ですね。はい。というわけで、ね、ちょっとね、やはりこの角度難しそうなんでね、続いては、手で引っ掛けていきましょうかね。右アームで手に引っ掛けていきます。さあ、どうでしょう。これ引っ掛けてつまみ寄せることができるのか、さあ、ほい。ああ、やはりダメでしたね。はい。というわけで、一旦初期位置にしていただきました。はい、今度はね、右アームをね、左手に刺していきます。先ほどのいい反応、まずはね、この刺して寄せていこうかと思います。で、シールドギアまでね、多分いい感じに寄せてこれると思うんですが、さあ、どういった反応を見せてくれるでしょうか。お、いい感じですね、いい感じです。やっぱりね、この左側の手に刺すとね、こういう感じの反応出ますね。はい、というわけで、今度はね、もう一度いきます。はい、もう一度ね、ペース引っ掛けていきます。さあ、どうだ、これはいけるのか、さあ、来い、さあ、来い、さあ、来い、来い、真ん中、シールドほぼ真ん中、くるく、くる、ぽい、来ない、来ないか、来ないか、今の、はい、というわけで、初期位置です。今のね、本当にね、日頃の来ないって感じですよね。はい、というわけで、続いては、もう一度同じように行きましょう。先ほどね、かなりいい反応を見せてくれたんで、もう一度ね、右アームを刺して寄せていきます。さあ、どうでしょう。ああ、いい感じです。ここはやっぱ安定して寄せれますね。はい、というわけで、もう一度引っ掛けます。はい。もう一度ね、右アームで引っ掛けていきます。先ほどで、ね、ほぼ、ね、シールドの真上やったんでね。もう一度いきます。もう一度右アームをこの手に引っ掛けて、さあ、どうでしょう。ギリギリ寄せて、さあ、どうだ。ここから、ちょっと刺さりが甘いようにも見えるがさあ、どうなんだ、これは。おーっと来ました。はい。無事に、マッチョが引っ掛け寄せてゲットでーす。リプレイで見ていきましょう。反応はね、ほぼ一緒だったんですね。でね、先ほどと今回、何が微妙に違うかというとね、やはりアーム本体がよりシールドのね、内側、上部にあったことがね、ゲットいきましたね。これね、引っ張った瞬間ね、ぐーっと景品寄ってきましたよね。はい。それがやっぱりね、そのほんの数センチのね、アーム本体を寄せるというね、いうポジションでゲットです。1100円。
ほんの待っちゃいましたね。はい。というわけで、いいね、チャンネル登録お待ちしております。はい。はい。というわけで、続いて、今度はね、水色の方を狙っていこうかと思います。もう、今度はね、一撃必殺狙っていけばこうかと思います。まず、右アームでぶっ刺しロックを狙ったんですが、ちょっとね、景品自体がね、ちょっとこう、横向いてたんで、刺さらなかったですね。はい。というわけで、今回、今度、いい感じに刺せそうです。はい。この右におるね、んぽちゃんも私、昨日、沼っております。はい。はい、です。右アームで今度もうちょい同じところを狙っていこうかと思います。右アームを右側の手に刺してロック。あ、これ、刺さったようにも見えますね。さあ、どうでしょう。振り上げて、刺さるけど、この景品がちっちゃいんでね、こうね、どうしてもやっぱアームからね、抜けちゃいますね、回転してね。というわけで続いては、右アームで手に引っ掛けていきましょうか。ここはね、とりあえず寄せていこうかと思います。まあ、先ほどみたいな形になればね、そのままいけるんで。さあ、どうでしょう。ああ、ちょっと手前に来すぎたので、これは一旦平行移動をお願いいたします。はい。ちょっとね、シールドから離されちゃいましたね。はい。はい、行きましょう。というわけで、もう一回手引っ掛けていきます。ちょっとここの位置はね、先ほどよりだいぶ遠いんでね、どういった反応を見せてくれるかっていう感じなんですが、さあ、どうでしょうか。ここから引き上げて、わーって、やはりやっぱ厳しいか。はい。というわけで、もう一度平行移動をお願いしました。というわけで、もう一度、だんだんね、先ほどと同じような形になってますね。頭がね、逆向いてるからだけなんでね。というわけで、もう一度手に引っ掛けていきます。今回もゴリゴリ。さあ、どうだ、これは来れるのか。先ほどと同じような反応。あおっまあもう、これもね、シールド立てかけれたんでね、大丈夫です。はい。というわけで、ここ、クロリンパを狙っていこうかと思います。さあどうでしょう、これ頭ねしっかり乗っているんでさほど難しくはないとは思うんですが、はい、無事にマッチがクロリンパでゲットです。はい、来ましたね。やはりね、このね形は変わりましたけどね、この手にぶっ刺しかなり有効ですね、このモフさんね。なので皆さん、この手ぶっ刺し攻略真似してみてください。はい、というわけで最後はね、綺麗にクロリンパ決まりました。というわけで皆さん、いいねと思ったらチャンネル登録コメントお待ちしております。はい。というわけで、600円で超得にゲットです。いきましたね。はい。はい。というわけで、続いてこちらね、リクエストのキティちゃん、いきましょう。ヒョウ柄のキティちゃんですね。いきましょう。でね、これね、正直めちゃくちゃ難しいです。手も縫われているんですかね。ちょっとね、させないんですよね、これね。そして、しかも結構丸いと。そして、キティ、さらにね、キティちゃん設定、大体厳しいんですよ。どこの店舗さんもね。はい。というわけでね、もう唯一、ここ、ハグしかありません。というわけで、初期値高げでどうでしょう。ああ、そうなんですね。爪の角度もまあ比較的ピンピンなんでね、すぐ抜けちゃうんですよね。はい、というわけで、もう一度いきます。まだね、かけれそうなので、もう一度狙っていこうかと思います。さあ、どうでしょう。レンチャンタグかけ成功になるか？さて、お尻からスーッと降りてきて、はい、ずっぽし決まりました。決まりましたよ。さて、ここからどういった反応？高確率ゾーンですが、少しシールドからは遠い。さあ、あ、やっぱり抜けちゃいますね。まあまあ、でもね、ギリギリね、シールドに乗せることはできました。チャンスメイクはいきました。はい、というわけで、こう、クロリンパで勝負です。ただ、重心残しのクロリンパ、かなり難しいです。さあ、どうでしょうか、これは。おっと、はい、無事に、マッチがクロリンパでゲットです。リプレイで見ていきましょう。決まりましたね。かなりね、ま、丸コロ、コロコロしてたんでね、深めに持ったんですがね、ここ、動いたようにも見えましたね。ここからね、すくい上げる瞬間、この辺で、まあでもないですかね。あ、きっちりポジションでしたね。はい。というわけで、ここしかないというポジションでしっかりクロリンパ決めることができ、まさかの300円で超お得にゲットです。はい。というわけでね、本日はね、モフサンドのね、新作のモフサンドと、キティちゃん、リクエストにあったキティちゃんを狙ってみました。でね、やはりね、ぬいぐるみというね、隙間だったりね、タグっていうのがね、やはりかなりの攻略の糸口になると思うので、ね、皆さんそういう隙間だったり、タグだったりね、狙えるようにちょっと、アームコントロール頑張ってみてください。でね、この動画が気に入っていただければ、いいね、チャンネル登録お待ちしております。そしてコメントお待ちしております。必ず返しますんでね。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。